練習を開始します。スクリーンをご覧ください。前段演習においては陸上自衛隊の火力を使用装備ごとに遠距離火力、中距離火力、近距離火力、ヘリコプター火力、対空火力および戦車火力に分けて紹介します。はじめに陸上自衛隊の遠距離火力である国家火力についてご覧いただきます。右手から国家部隊が侵入してきました。まず指揮官車が先行して侵入し、機動員が射撃し核を誘導します。国家部隊とは核を誘導し、機動員が誘導し、機動部隊の主要な火力として、主に敵の上陸部隊、集結部隊、後継部隊などに対する火力戦闘や味方の普通科部隊、戦車部隊の戦闘を容易にするための火力支援を行います。また国家部隊は広い地域に展開し、長射程などの大量の火力を集中して、FH70 です。この火砲は陸上自衛隊に最も多く装備されている火砲で、ヘリコプターによる輸送が可能であり、島嶼部などに速やかに展開して射撃することができます。この火砲を島嶼部の中央に陣地占領させた場合、 30km 四方程度の島であれば、その全域を一瞬のうちに制圧することが可能です。その右側の青で表示された火砲は 203mm 地層榴弾砲です。この火砲は陸上自衛隊が装備する最大口径の火砲で、広い地域を一瞬のうちに制圧することができます。これら2種類の火砲の射程は、東京から東名高速道路横浜青葉インターチェンジ付近までの距離に相当します。最後に侵入してきた火砲は救急式自走 155mm 榴弾砲です。この火砲は事故位置の標定、照準、弾薬の装填などが自動化されており、速やかに射撃準備を行うことができます。この火砲の射程は東京から東名高速道路綾瀬バス停付近までの距離に相当します。
化部隊は通常同じ火砲の中隊ごとに陣地を占領し射撃します。本日は会場広場の203ミリ自走榴弾砲および155ミリ榴弾砲 FH70 と後方の陣地に展開している中隊主力もしくは大隊主力が射撃し三段山に同時に弾着させます。はじめに203ミリ自走榴弾砲による集中射撃をご覧いただきます。
されることを避けるため陣地変換を行います。なお向かって左側の 155mm 榴弾砲 FH70 は本来ですと車両により牽引して移動しますが、今回は短い距離での陣地変換の例として自力走行による移動をご覧いただきます。陣地変換の様子をご覧ください。中距離火力として迫撃砲対戦車誘導弾の射撃をご覧いただきます。右手から2種類の迫撃砲小隊が侵入してきました。初めに侵入してきた赤で表示された車両で牽引されているトレーラーに積載しているのが 81mm 迫撃砲、次に侵入してきた白で表示された車両が牽引しているのが 120mm 迫撃砲です。迫撃砲部隊は普通科連隊において近接戦闘部隊の戦闘行動に密接に連携した継続的な火力支援を行う部隊であり、砲弾を高い弾道で撃ち出すことにより山や建物などの裏側に隠れている敵を制圧することができます。また弾薬の装填および発射が容易なため、一定時間内に特化部隊の火砲よりも多くの砲弾を射撃することができます。射撃準備の様子をご覧ください。分隊長が指揮を執り、砲手、副砲手、弾薬手の合計4名で砲の設置から射撃までを行います。また砲を分解することにより人員による運搬が可能で、車両で侵入することのできない場所においても陣地を占領し射撃をすることができます。 120mm 迫撃砲は分隊長が指揮を執り、砲手、副砲手、操縦手、2名の弾薬手の合計6名で砲の設置から射撃までを行います。それでは射撃をご覧いただきます。 81mm 迫撃砲が着圧射撃を三段山中央左に、 120mm 迫撃砲が鋭化射撃を三段山中央付近に行い、同時に弾着させる射撃要領を3回続けて行います。Thank you.
まあ、ベッドの情報あとで、こちらの右側ですね、2列です。続いて対戦車部隊による対戦車誘導弾の射撃をご覧いただきます。対戦車部隊は対戦車火力を発揮して主に敵の戦車を撃破します。ただいま広場に侵入してきたのが誘導弾の発射装置を車両に搭載した対戦車部隊です。はじめに侵入してきた青で表示されているのが8の式対戦車誘導弾で、目標にレーザーを照射することによりミサイルを誘導します。次に広場に侵入してきた赤で表示された車両は中距離多目的誘導弾の発射装置です。この発射装置は赤外線画像およびレーザー照射の2種類の方法によるミサイル誘導が可能です。また1台の発射装置には6発の誘導弾が搭載可能であり、連続して複数の目標に射撃をした後速やかに陣地を変換し敵の攻撃を避けることができる高度な射撃性能を有する世界最高レベルの装置です。最後に侵入してきた白で表示された車両が96式多目的誘導弾システムです。左側の車両が地上誘導装置、右側の車両が発射装置です。この誘導弾はテレビ画像によりミサイルを誘導し、目標手前で一旦上昇した後、戦車上部の装甲の薄い部分に命中させるミサイルです。それでは、87式対戦車誘導弾、中距離多目的誘導弾、および96式多目的誘導弾を射撃します。これらの火器は後方への爆風が大きく、広場での射撃は大変危険ですので、あらかじめ右の台および左の台に設置した発射機で射撃します。はじめに87式対戦車誘導弾の射撃を行います。右手をご覧ください。右の台から発射します。目標は6の台の赤い標的です。赤い標的です。ドロイエーサー中距離多目的誘導弾を射撃します。本日は赤外線画像による誘導方式で一発の射撃を行います。左手をご覧ください。左の台から射撃します。目標は6の台の標的です。中距離多目的誘導弾標的、目標下回る人
最後に救護式多目的誘導弾を射撃します。左手をご覧ください。左の台から発射します。目標は6の台の右奥にある白枠の標的です。続いて近距離火力として主に近接戦闘で使用される装備の射撃などを行います。はじめに対人障害である指向性散弾の爆破をご覧いただきます。スクリーンをご覧ください。指向性散弾は直径1センチほどの大きさの多数の弾が扇状に飛び散り、接近する敵歩兵部隊を一瞬のうちに制圧するもので、あらかじめ我が陣地の前に設置し、離れた位置から爆発させます。敵歩兵に見立てた赤と白の風船を青の台左側、黄色の台右側の順に破裂させていきますので、その様子をご覧ください。飛行船判断展開を続いて通過部隊などが装備する各種火器の射撃などをご覧いただきます。ただいま右手から侵入してきたのは軽装甲機動車です。軽装甲機動車は機動性に優れた小型の装甲車で、市街地などにおける戦闘行動にも有効に使用できます。この軽装甲機動車の車上からマルヒト式携帯戦車誘導弾を射撃します。マルヒト式携帯戦車誘導弾は撃ち放し式で、ミサイルが自動的に目標を追尾して命中するため、発射した後直ちにその場から移動することが可能です。また射撃にはおおむね水平に飛翔する低振弾道モードと、目標上空から追尾するダイブモードの2種類の飛翔モードがあります。本日はおおむね水平に飛翔する低振弾道モードによる射撃を行った後、直ちにその場から離脱する要領をご覧いただきます。目標は3の台手前、白枠でかたどった右側の標的です。ご覧のように射撃を速やかに開発することにより、敵からの反撃などによる被害を防ぐことができます。次に対人狙撃銃の射撃をご覧いただきます。ただいま観覧席前で隊員が所持している火器が対人狙撃銃です。対人狙撃銃は狙撃手、観測手の2名が1組となり、遠距離の人員などに対する精密な射撃が可能ですが、さまざまな気象の影響を受けやすいため、狙撃には高い射撃技術が求められます。通常の小銃射撃は200メートルから300メートルの距離で行いますが、本日ご覧いただく狙撃は500メートルの距離で行います。本来ですと狙撃は隠れた場所から行いますが、本日は皆様にご覧いただけますよう会場広場右側の両線から射撃します。なおスクリーンに射撃および標的の様子を放映しますので、そちらも合わせてご確認ください。それでは射撃をご覧いただきます。目標は黄色台の車両に乗車している窓の中の人員をかたどった標的です。はじめに左側の標的、続いて右側の標的を射撃します。
射撃をご覧いただきます。
ただいま観覧席前で青い腕章をつけた隊員が構えている鍵が84ミリ無反動砲、赤い腕章をつけた隊員が構えている鍵が個人携帯対戦車弾です。84ミリ無反動砲は主に対戦車火器として使用しますが、目的に応じて対戦車用、対人用、発煙用、夜間の照明用の4種類の弾薬を射撃することができます。個人携帯対戦車弾は操作性に優れており、主に近距離における対戦車火器として射撃するほか、コンクリート製の構築物などに対しても使用することができます。それでは射撃をご覧いただきます。広場右側の赤い旗が振られている位置から射撃します。目標は黒の台です。次に射撃を行う発煙弾は発煙によって敵の視界を遮り、味方の行動を隠す場合や敵の射撃を妨害するために使用します。発煙弾の効果をご確認ください。ただいま左手から侵入してきたのは89式装甲戦闘車です。89式装甲戦闘車は機動性に優れ、装甲により防護力を高めています。この車両は79式対周艇対戦車誘導弾2機と35ミリ機関砲を搭載しており、敵の装甲車などを撃破することができます。おお、それでは35ミリ機関砲による射撃をご覧いただきます。目標は3の台です。次にヘリコプター火力として対戦車ヘリコプター AH-1S および戦闘ヘリコプター AH-64D の射撃をご覧いただきます。まず対戦車ヘリコプター AH-1S による
左
します。こちら総隊長、BA4 特区。一班は第4線において3の台から5台を警戒。二班は敵乗船において4の台から6の台を警戒しよう。こちら向きを変えて、こっちを見てください。それでは射撃をご覧いただきます。目標は4の台と5の台の間にある白い標的です。
戦車の射撃をご覧いただきます。一丸式戦車は平成24年3月全国の部隊に先駆けて戦車共同体に装備された最新鋭の戦車で、従来の戦車に比べて火力、機動力、防護力が格段に向上しているとともに、ネットワークシステムを搭載し、戦闘に必要な情報を相互に共有し、射撃の統制などを瞬時に行えることが特徴です。本日はその高い性能をご覧いただくため、まず目標を発見した一丸式戦車からネットワークシステムにより情報を共有した後続の一丸式戦車2両が前進しながら情報を入手し、敵の射撃を回避するため左右に旋回しながら射撃するスラローム射撃を行った後、一旦停止し速やかに後退しながら射撃をする後退更新射撃を行います。なおスラローム射撃は援護された地形がない平坦な場所においても敵の射撃を回避しながら正確に射撃し、敵を撃破できる大変有効な射撃要領です。左手をご覧ください。一丸式戦車小隊内の2個車両が左の両線に進入します。これらの戦車が入手した情報をネットワークを通じて後続の戦車に伝送します。どうぞこちらへ走行。情報を入手した後続の一丸式戦車2両が射撃を行います。この射撃は高度な射撃性能および機動性能で実現した非常に難易度の高い世界最高レベルの射撃です。スラローム射撃の目標は6の台左、後退更新射撃の目標は5の台左です。
以上で前段演習を終了します。